あらみさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ファミマ T カードがお得、初めての Apple Pay で T ポイント 15% もらえるということで、今回はファミマ T カード、クレジットカードを使っている方向けのお得なキャンペーンをお伝えしたいと思います。それではまず概要からなんですけども、初めての Apple Pay をご利用の会員限定、T ポイント 15% 分プレゼントということで、ここにも小さく記載はあるんですけども、上限は1万円までということで決まっています。なので、66,667 円分のお買い物を Apple Pay を使ってファミマ T カードで決済をしたら、上限額の1万ポイントがもらえるという決済になりますね。で、このキャンペーンの期間なんですけども、2019年の6月の1日から7月の31日までで、このキャンペーンに関してはエントリーが不要ということですね。で、キャンペーンの対象者は、2019年の1月の1日から2019年の5月の31日に、ファミマ T カード、クレジットカードで一度も Apple Pay をご利用されていない方ということなので、まあ、かなりこのキャンペーンの対象となる方は狭まりそうですね。ちなみに今回のポイントの申請日は2019年の9月の中旬というふうになっております。で、この Apple Pay なんですけども、この Apple Pay の設定についてですが、この通り、まあ、設定というのはめちゃめちゃ簡単なんですよね。iPhone の場合だと、ウォレットというアプリがあるので、それを開いたら右上のプラスのマークをタップしたら、画面の指示に従って登録したら、これで設定を完了というふうになっております。対応機種はざっとこんな感じですね。まあ、ID の機能が備わっている機種になるので、まあ、この場合だと、まあ、iPhone 7や iPhone 7 Plus 以上の機種でないと対応はしてないというふうになっております。まあ、なので iPhone 6とか iPhone 6S だと、まあ、Apple Pay が使えないというふうになりますね。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今回はファミマ T カードをお持ちの方で初めて Apple Pay を利用される方向けの内容でした。まあ、使い方としたら他のキャンペーンが終わって静まってる時に今回のこのキャンペーンを使うのもいいのかなというふうに思いました。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとは Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。